にちは、クイズキュンです。今回は3箇所のイラスト間違い探しです。問題は全部で5問あります。制限時間は90秒となっています。それでは早速始めましょう。1問目です。ぶどう狩りのイラストです。3箇所の間違いを探してください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。お母さんのズボンの丈、女の子の目、ぶどうが1つ増えていましたね。秋はぶどう狩りに行きたくなりますよね。いくらでも食べられそうです。それでは次の問題に行きましょう。2問目です。お麺屋さんのイラストです。それでは違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。おかめさんの前髪、天狗の向き、猫の口の位置が違っていましたね。気づきましたか？縁日に行くと可愛いお面が欲しくなりますよね。やはり特撮ヒーローやアニメキャラクターのものが人気のようです。3問目です。栗拾いをしている女の子のイラストです。違うところを3箇所見つけてください。
終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。落ちている栗、後ろの木の枝、女の子の持っているバケツが違っていましたね。栗拾い楽しいですよね。軍手と火バサミは必需品です。4問目です。ドライアイになっているサラリーマンのイラストです。それでは3箇所の間違いを探してください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。時計の時間、机のファイル、男性の髪が変化していましたね。現代人はスマホやパソコンの影響で目を酷使しやすくなっています。目薬を入れたり、数秒間でも目を閉じたり、適度に目を休めることが大事ですね。次は最後の問題です。5問目です。お薬セットのイラストです。違うところを3箇所見つけてください。終了です。答え合わせです。間違いはこの3つでした。粉薬の量、カプセル剤の向き、飲み薬の蓋が違っていましたね。正解できましたか？それではおまけの問題です。落ち込んでいる様子の男性のイラストです。3箇所の間違いを60秒で探してください。
タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、わからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。